安倍中丸安倍中丸は、奈良時代の検討留学生。聖和阿孫。筑紫太宰卒、安倍平夫の孫。中塚佐大輔、安倍船森の長男。弟に、安倍大丸がいる。東名を、長校、明らことする。党で国家の試験に合格、または推挙で登用され、党長において、書官を歴任して高官に上ったが、日本への帰国を果たせずに、党で隠しした。 なお、オグ百人一首では、安倍中丸と表記される。安倍中丸百七十九年に、友好都市記念として、西安の京喜び具公園に建立された、安倍中丸記念碑。文武天皇二年、安倍船森の長男として、大和国に生まれ、若くして、学祭を歌われた。霊気三年、養老元年、田治日屋が田森が率いる、第9次検討士に同行して、党のと、 長安に留学する。当時の留学生には、きびまきびやげん今う、なりがいた。唐のふ学で学びかきに合格、または水居で登用され、唐の元んそうに使える。人気二年落葉の始業局校所として任官、人気五年左周囲、天平三年左補欠と官職を重ねた。中丸は、唐の朝廷で、主に文学畑の役職を務めたことからリ白、大い。 諸行議ーら数多くの投資人と信仰していたらしく、前投資には彼に関する投資人の作品が現存している。天平5年、田治比広成が率いる第十次剣討氏が来投した際に、長安で剣討氏らの所持を補佐したが、東での関東を追求するため帰国しなかった。翌年帰国の都についた剣討氏一行は、過労うて第一船の実が種ヶ島に漂着。 残りの3船は難破した。この時帰国したマビトゲンボウは第一船に乗っており助かっている。福祉、中富の明代が乗船していた第二船は福建方面に漂着し、一行は長安に戻った。明代一行を何とか帰国させると、今度は混乱国に漂着して捕らえられ、中国に脱出してきた、検討手法官、ヘグリヒロナリ一行四人が長安に戻ってきた。 ヒロナリラは、中丸の本走で、渤海経由で、日本に帰国することができた。天平六年には、義王ともに昇進した。天平商法四年英衣商教に昇進する。この年、藤原清河率いる、第十二次検討士一行が来党する。党の皇帝幻想から検討士の応対を命じられ、傍教の念を抱いて、帰国許可を幻想に申し出るが、要因には許可されなかった。 すでに在党35年を経過していた中丸は、清川らと共に、翌年秘書官営業を授けられた上で帰国を図った。この時王位は、秘書明らかんの日本国へ帰るを送るの別離の詩を読んでいる。ますます福島に向けて出版した四席のうち、中丸や清川の乗船した第一船が、暴風にあって南方へ漂流した。彼が落命したという噂を伝え聞いた李白は、 赤月不吉人兵器界の七子と絶句、泣き、明田教を読んで中丸を置いたんだ。しかし、中丸が乗船していた第一船は、以前、ヘグリ・ヒロナリラが流されたのとほぼ同じ漂流ルートを、たどり、幸いにも安南に漂着していた。第一船の乗船者の一部は、同地で襲撃されて死亡し、清川、中丸らはこれを逃れて、民の影響下にあった関州に滞在し、 天平商法7年に、長安に戻った。この年、安氏の乱が起こったことから、清川の身を案じた、日本の朝廷から北海経由で、迎えが到来するものの、当庁は、航路が危険であることを理由に、清川らの帰国を認めず、中丸は、清川と共に、止め通することになった。中丸は、帰国を断念して、当で、再び関東に着き、天平法治4年には、 左三騎上寺から、神南都後、安南節度使を務めた。天平法治5年から神語慶運元年まで6年間も、ハノイの安南都語府に在任し、天平神語2年安南節度使を授けられた。結局、日本への帰国は叶えられることなく、党の幻想、縮想、大層に歴史して、法期元年1月に73歳の生涯を閉じた。後にその功績から、大は、 露州大都督の官名を送っている。なお、俗に本気に我が朝の学生にして、なお、当国にあげる者は、ただ大臣を呼び、長公の二人のみと称されている。また、死去した後、放棄度の検討士で不法が伝達されたが、日本または、党の一族が人数が少なく、葬儀を十分に行えなかったため、遺族に足切ぬ百匹と、 面300トンが送られたという記録が残っている5月上。中国での採取は記録は伝えられていないが、配偶者は当時ならいて当然とされ、市などから大の学部在学中に初婚、その後出世して、高位化の娘と2回目の結婚をしていると推定されている。安倍中丸の下境合格による法食を伝えるのは、総大の文人、洋奥の文集。 要文庫を断言だが、過挙による管理採用での奉職が常識になった壮大のもので、それによる偏りがあり、安倍中丸が過挙を受けたか疑問があるとの指摘がある。古今和歌集目録略伝には、安倍中丸は、県庁院の住職にある管理の際日地の推挙により、登用され、左補欠になったとの記述がある。白木は、百八十回もの検討史で、留学生が、 はるかに多いが、それでも、科挙投用されるようになったのは、外国人向けの別枠の別化、浜三つ具が科挙に設けられてからである。官暦では、蔵書管理や文書作成の管理の秘書省の長官の秘書官に、任じられたほか、局官としては、光六太夫、60から61歳の頃、祝層皇帝による顧問の右三期乗時に配、任されるなど、 優遇はされているが政治中枢ではない皇帝に近似する側近という扱いであり、幻想皇帝の異国趣味による取り立てされたことが大きいとされる。仮に日本に帰国しても、当文化をあがめ全面的に受け入れる段階は、杉個別享受する形になっていて、安倍一族は中央貴族だが、朝廷中枢には一族はおらず、五位級の中級官人化なので、さほど、 大きな役割を果たしたり、高い職位につけなかったのではという指摘がある。天の腹振り裂け見れば瞬日なる三日差の山に、デデシツキカも、歌人として、古今和歌集、玉葉和歌集、俗集和歌集に、それぞれ一首ずついる首下とされるが、俗集和歌集の一首は、万葉集に取られている、安倍虫マロの作品を誤って、中丸の歌として再録したもの。中丸の作品としては、 天の原笛。この歌は、今若物語集や、古今和歌集などに再録され、後者の五条によれば、天平商法五年帰国のために名集までやってきた、中丸が送別の縁で、大いな友人の前で日本語で歌った歌とされていて、通説となっている。しかし、東山東上東西伝では、蘇州から出発したはずで、古今和歌集左中の名集は虚構だとの指摘がある。 内容も、日中の過去と現在の月が二重写しになっていて、後の遭難で、ついに帰国することができなかった挨拶が、先取りされていて、不審との意見がある。きっつら雪による創作との見解もある。なお、中丸が島に向かう戦場より日本を振り返ると月が、見え、今で言う福岡県の春日市より眺めた小笠山から、昇る月を思い浮かべ読んだとする説も根拠に、乏しいながらも、 古田武彦の説として存在する。現在、奈良県奈良市の平城宮跡東側にある奈良ロイヤルホテル敷地内にはこの歌の歌碑がある。また、先生小西安市にある京景宮公園の記念碑とチャンスー賞鎮校市にある北古山の歌碑にはこの歌を漢詩の五ことゼックの形で表したものが刻まれている。このゼックは中丸本人の作として紹介されることがあるが、 私立の上で疑義を指摘する見解がある。また、東大中日往来史集中が、この絶句の出所として挙げる、与田義方傍教師では、河原崎長十郎による序文の中国語訳の中で、小倉百人一首に収める中間の和歌の大位として、この絶句を記載している。傍教師、前東島百732には、中間が、帰国時に作った個々と配立 くくみの近い陸に作りのを収録している。なお、この詩は、王位が長江に送った、送別の詩、総秘書明館、菅日本国へのお返しに作ったものと言われている。総秘書明館、菅日本国王位なお、ごく、厳州においては九州いずくところと記され、この場合、あなたが帰るという九州はどこにあるのですかという解釈になる。くくみの近い陸に造りの長江をまた、 中丸が難破して亡くなったと伝えられた時に、李白が作った、追悼の七言とゼックが、泣き、明良教皇である。なお、双子は、チャンスー少年雲講師の会場雲大山が、闘争時代に呼ばれていた地名である。高段賞、君大臣に東江巻き、安倍中丸に陶器などによれば、安倍船森の次男として生まれ、高根という兄と日本において生まれた満月丸という、子がいたという。 藤原夫比等の推薦により、岩章天皇の勅命を受けて、党の幻想から、金右玉都州を借り受けて持ち帰るために、検討士に命じられた。党についた中丸は、その才能により、幻想に徴用されることになる。このことにより、焦りを覚えた、党の重臣である、ヨークニッタだと、安禄山により酔わされた上で功労に遊兵される。中丸は恨みを抱いて断食し、 34歳で、噴死する。しかし、その後も、鬼と化して、金右玉都州を求めた。中丸が元層に徴用されて長江という東名を、名乗り、東において、昇進を重ねていたことから、日本では、天皇の勅命を捨てたという噂が流れ、逆進であるとして所領が没収された。代わりに、キビマキビが剣討使として派遣され、 金右玉都集を持ち帰る直命を受けた。その後、鬼と化した中丸は塔に来た、きびまきびを助け、難解な、ヤバ大の歌の解読や、囲碁の勝負など何度も助力し、金右玉都集を持ち帰ることに成功させている。また、中丸の子である満月丸が、後の安倍の生命の先祖に当たるとされる、小説オペラ映画、ありがとうございます。